配線とは一般的に信号や情報、電気が伝わる導線や光信号を伝達する光ファイバなどのこと、もしくはそれを使って回路を構成することを指す。鉄道の分野においては線路のつながりや配置のことを配線と呼ぶ。配線は動体の性質を持つ素材をバイヤやケーブルなど線上に細長く加工した物品ないし、これを使って 設計に従い電装炉を形成することである。ただしワイヤーやケーブル自体は配線そのものではなく、電装炉を形成するために供されるワイヤーやケーブルなどの物品が配線と呼ばれる。電気部品や電子部品を導線で結線することも配線という。空中配線プリント基板が発明される以前、真空管等を使った電子機器の筐体内部はリード線を用いて配線されていた。 現在でも主流ではないが真空管アンプなどを作成するときに空中配線が用いられることがある。プリント基板による配線プリント基板に形成された主に銅箔からなる導体で各電子部品を配線する。プリント基板や LSI でカナダドルによって配線パターンを設計する技術は自動配線と呼ばれる。LSI の中に形成された微細導線のことを指す。 大型の機器同士を結ぶネットワークのことを指すこともある。電気機器や電子機器同士の間を導線で結線することも配線という。音響機器や映像機器のコンポーネント間を接続するのも配線の範疇である。電力会社が提供する電力供給のための電線路の設置や屋外からの引っ込み線から家屋内の必要とされる箇所まで建物付帯の設備として 電線を設置することも配線の範疇であるが、これを指して配電と呼ぶ。また配電では、コンセントから実際に電力を消費する、加減製品へ接続する過程もまた配線の範疇である。屋内配線には、外子引き配線、ケーブル配線、金属管配線、合成樹脂管配線等がある。このうち、外子引き配線は安全確保等の問題から21世紀の、 日本では珍しくなっているが、昔の文化として、保存、採用等の例もある。なお電気コードを一つのコンセントから、テーブルタップなどを使って、多くつなげることを俗にタコ足配線といい、火災などの原因となるため注意が必要である。京町家の例電話会社や、有線放送事業者の設置する機器、設備間などに、電線や回線をつなげること、もしくはその電線や、 回線のことを配線ということもある。ありがとうございます。